腹立つんだけど、はい、グーだ、チョキだ、先行いっちゃうかな、いや、後攻だ、オッケー、勝った、おお、このハンドは勝った、これ勝ったわ、超強いんですけど勝ったわ、なるほど、おお強いじゃん、まあシザーと痴漢融合を持ってくるのかな、うんだよね、セオリー通りだと。まあ、シーザーがハンドルにあるときは違うんだけど、シーザーと。あれ消えた消えた、時間があるだろう。なんだあんまりこういうのあんまり。でなんだよね、ほんと。初期はなんかこの方がいい。ああ、まあそれが強いんだね。で、好きなファンに丸を持ってくる。ファンに丸か、なんか。まあ。ペンギンか、ペンギンのあたりがいいかもしれない。ペンギンかオールか、どっちか。オール、オールだっけ、うん、オールこれだね。あ、うん、なるほど。それはユーゴ、でも今ユーゴ手札に入ってるから、うん、そういう意味ではペンギンの方が展開力が、ね、あると思う。ただ死にそうな気がするけどね。ま、うん、あー、これでエンドだね。エンドだろー。1,2,3,4,5,6 か、ちょうど6か、うん、制限ギリギリだな。考えるまでもないんだけどね。スケーブオート4体遠くに出ました。はい、ですか。実際そのデッキは遠くいないけど、あれ、これ遠くで入れないとダメだって。ファイアウォールドラゴン出します。スケーブオート1枚でファイアウォールが出るっていう気持ち悪さ。召喚、じゃあ500ライフ、1500ライフ払っちゃうね。いい、これやばくないか、この動き。これ強くないか。全くファイオール2体出るんですけど。ただ矢印は下向き、うん、下行ってるもんね。じゃあこれでリンク召喚ファイオール。あ、これリスしちゃダメだ。2体目。お、かっちょいいやつ出てきた。強いね。で、サイバースがいるんでこいつ特殊召喚できます。ですか。死んだくせえな。じゃあ一旦、まあ殴って倒した方がいいな。アタック、と800ダメージ。確かこいつで2500。2500受ける。なんか反動強すぎなんだけど、1200受ける。あー、ギリ来たな。いや、勝ったでしょこれエンド。で、一旦に一度相互リンクしてるから、まあお互い一旦に一度使えるから 2枚まで手札に戻せる。あー、めんどくさいな。これやばいな、価値格だな。これブラックホールって言われたら終わりだけど、この出来にブラックホールはないけどね。はい、ファーニマルペンギンで一度だけ手札からファーニマルペンギン以外のファーニマルを特殊召喚できます。あ、うん、なんかいいやついるのかな、うん、あ、でもこれ融合ができない気がするんだけどな。ファーニマルユー、ファーニマルフュージョンはデストイフュージョン引いてない。ああ、なるほど。そうだ、ファーニマルだけでは融合はできないんだよ。だよね。うん、だから、うん、そうね、これをセットしてエンドっていう手もあったんだよね、さっきね。まあ、つまり。あんまりない気がするけど。で、ファーニマルウィング特殊召喚。で、こいつはトイポット、あ、墓地効果だね。墓地効果なんじゃない。うん、トイポットがあればなんかいろいろあったけどっていう。ただこれ守備でいいんじゃない。守備でいいんだよ。うん、あー、シーザー、そうかね。そうだね、シーザー。でももうこの盤面の時点で積んでるんだよ、それ。積んでるんだよね。積んでるね。だもしだシーザー出したら俺戻すっていうもんね。そう、墓地に行くの。仮にこいつらも出てきたとしても戻されるんだよ、うん、積んだんだよな。じゃあエンドっすか。エンドっす。じゃあエンドフェーズで効果使います。戻ってください。だよね。ドロー、1,2,3,4,5、はい、そうなっちゃうよね。で、召喚効果で出てくる。さあリンクするか、うん、で、特殊召喚。じゃあリンクします。やばくね、これ。とうとうついに。
あれ全部出た全部出た。で、まあサイバースガジェット効果でトークンも生成されますと、はい、じゃあこれ3回一旦に3回バウンスができるようになってじゃあダイレクト、あおかしい、これひどい、ひどいね、これ俺だけちょっと楽しくなっちゃってた感じですね。まあ、その時まだまだそこからやっぱ普通の融合があると手札で融合できるからだよね。そうだね、普通の融合を買い足さないと回らない感じになってますね。なるほど、はい、っていう感じでね。ただこれ、まあ、まだ勝てないけど、ね、これ3枚あるのは結構いいけどね。そうそう、そっから、うん、手札でも融合したとしたら絶対あいつでグッバイされる気がするけど、ね、うん、ただそうだね。ただこいつだったら登場時効果だよね、これ。登場時効果、登場時効果だから、こいつ戻すって言っても破壊効果は出るから。あ、そうなんだ、うん、破壊はできる。ただなんか破壊されると手札からサイバース出せるみたいなおまけ効果もあるんだよね、こいつ。あ、手札からモンスター出すって効果が、うん、まあめんどさ、うん、ただまあ手札消耗してるから、まあそのデッキからだと強いです。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたち